セルジオベイトとトミヤスポジション争いしたらどうなると思いますか。一緒に使うんじゃないですかね。いや、でもセルジオベルト合わせたら行くかな。チャビカンテラ大事にするし、あとは怪我とか次第っすよね。このまま怪我がセルジオベルト増えるんだったらプレミアだとより一層ね。しかもアーセナルってね、メディカル今全然体制変わってたら申し訳ないですけどね、怪我人めっちゃ増えやすいし、それこそカソルラとかね、アーセナル出て行って復活したじゃないですか。で、アーセナル頃の、手術とか、すごい問題視されてるからね、アキレス腱を人工にしなきゃいけなかったりとかね。